パリ五輪第4日、体操男子団体決勝、29日、ベルシーアリーナ、男子の団体決勝で、予選2位通過した日本は25、259、594点で金メダルを獲得。2016年リオ五輪以来、2大会ぶりに団体で五輪王者に返り咲いた。予選首位通過した最大のライバル、中国との一騎打ちを制し、王座奪還を果たした。イラスト、 奇跡の大逆転で金メダルをつかんだ体操日本のメンバー橋本大輝は諦めなくてよかった。この金メダルを取れて本当によかった、金メダルはめちゃめちゃ重いと語った。最大のライバルの中国と同じローテーションで演技を行う日本は一種目目の床運動で中国を0、734点リードしたが、二種目目のアんでエースの橋本が落下。前半の三種目を終え、 中国が131、364で首位。2位に米国、3位にイギリス、4位にウクライナと続き、日本は5位で折り返した。4種目目の跳馬では橋本が14、900の高得点をマークするなど4位に浮上。首位の中国との差も1、799点に詰めた。5種目目の平行棒では、4種目で最初の演技者を務めたかやが14。 733、岡が14、866、谷川が14、766と立て続けに14点後半をマークして2位に浮上。中国とは3、267点差に広がって迎えた最後の鉄棒で、中国がまさかの2度の落下。最後に橋本が14、566点を叩き出して逆転。劇的な展開で2大会ぶりの優勝を果たした。 前回21年東京五輪は ROC ・ロシアオリンピック委員会に0、103点差で敗れて銀メダル。悔しさを知る首相のか和馬、セントラルスポーツは、1秒たりとも0、103っていうのは忘れてはいない3年間だったという。同じく前回出場した谷川航、セントラルスポーツも、今日あんまり動けないなという日も、それで悔しさを思い出して気合を入れた。 失敗しないだけじゃダメ。自分の一番いい演技を目指さないといけないと3年前の思いを胸に刻みパリ五輪まで鍛錬した。前哨戦の2023年世界選手権では日本が団体金メダルを獲得。だが、中国は同時期に開催されていた杭州アジア大会にメインメンバーを派遣していた。本当の意味での直接対決はパリ五輪で実現。 一方の中国も2016年リオ大会、21年東京大会と連続銅メダルでパリまでに世代交代を遂げながら進化。体操王国のプライドにかけ王座奪還に力を注いできた。中国は一つ一つのポテンシャルは恐ろしいくらい高いと水取り久し、強化本部長。特に日本の弱点釣り輪に精鋭が揃い、 平行棒では異次元の16点台を出すスペシャリストもいる。だが、エース橋本大輝、セントラルスポーツ、は、僕はデータが大嫌い。選手の可能性を閉じてしまっている。多分、この5人だったら、そんな目標数値全部超えてやるよって気持ちで僕はやってる。日本は層の厚さとチームワークを最大の武器に中国に対抗。 世界トップレベルの選手が揃う過酷な選考会を勝ち抜いた5人は、すごく信頼しているとカヤは胸を張る。緑氏も、ベストなメンバーが選考された。十分金メダル取れると思うと自信を持った日本代表が完成した。個人総合世界王者の橋本、安定感抜群で失敗しない男、として頼れる首相のカヤ、長馬で世界トップクラスの実力を持つ谷川日本の宝、 そして無限大の可能性を秘める岡慎之介。あん馬と鉄棒が武器な大型選手で、遅咲きながら努力で五輪切符を得た杉野正隆、共に特集会。それぞれの持つ強烈な個性が一つとなり、悲願の団体金にたどり着いた。パリ五輪を迎えるにあたって掲げたスローガンは、メイクニューヒストリー。緑氏は、体操はすごい歴史があるが、僕たちは僕たち。 僕たちにしかできない体操日本っていうのを見せたいっていうような話があったと明かす。ここはまだスタートライン。再び体操日本の黄金時代を突き上げる。